人になった人たち大体無数の日々が入っております。歯磨きとフロスと、歯間ブラシとマウスウォッシュで、予防できるなんて思ってる人いますけど、歯の、ケアについてのお話をしたいと思います。その歯ぎしりが悪いところって何かっていうと、自分の体重以上のですね、荷重が歯にかかっちゃうんですね。で、特殊な光をですね、今でもこう歯に当てると無数のひびが見つかります。これはもう大人になった人たち大体無数のひびが入っております。このひびがですね、60代とか70代になると、ある日突然パキッと割れてしまうと。なのでですね、この歯の割れ対策っていうのは非常に大事ですと。で、やっぱ30代、40代、で問題になってくるのが歯周病。歯磨きとフロスと、歯間ブラシとマウスウォッシュで、予防できるなんて思ってる人いますけど、自分一人でですね、全部磨けるわけではなく、歯周ポケットにですね、歯周病菌がついてですね、歯周病になってしまうので、まあ、最低でもですね、半年に一回、できれば3ヶ月に一回、歯医者さんに行って歯石のクリーニングを受けてください。なんか全然歯磨きしてないけど、虫歯にも歯周病にもなんないんですみたいな人いますけれども、これはね、たまたまラッキーなケース。運よく、例えば虫歯菌がない状態、で育つ人稀にいます。この人結構危険です。歯周病菌の転化になってる可能性もあるわけですね。だからよく、虫歯に全然ならない人はですね、歯周病になりやすくて、口が臭くてですね、歯がボロボロ抜けていくなんてことがあります。虫歯よりも歯周病が怖いのはサイレントキラーだからです。虫歯って神経やられるんで痛くなるんで、どうやっても我慢できなくて歯医者さん行きます。でも歯周病は痛くないんです。歯のですね、付け根のところまで全部歯周病菌にやられるまでわからないんで、ある日突然ボロッと抜けると。ということでですね、この虫歯、そして歯周病、そして歯が割れる、歯ぎしり、こういった問題、日頃からケアしているとですね、丈夫な歯で、まあ、一生を終えることが、できるようになるんじゃないかなというふうに思っております。日本人はやはりですね、歯に対する美意識が低いというふうに言われております。ホワイトニングやってる人たちも少ない、歯列矯正やってる人たちも少ない、すごく八重歯とか歯がガチャガチャなのに気にしないなんていう人いますけれども、これやはりですね、歯周病とか、その歯が割れるとかですね、そういった疾患になりやすいです。ドイツとかデンマークとかそういったところはですね、保険制度で歯のクリーニング最低半年に一回受けないとですね、保険が適用できない。保険制度を使ってですね、そういうふうにブロックしてたりするんですけど、日本はまだまだ制度設計も追いついてないし、歯に対する意識が低いので、皆さん、ぜひですね、私の話を聞いてですね、歯のケアを頑張ってくださいということで、いってらっしゃい。